膀胱が癌は膀胱から発生する上皮性悪性腫瘍である。発癌の危険因子としては、不衛生な環境、化学物質、ビルハルツ重血吸虫による感染症、喫煙などが指摘されている。第9染色体長腕ヘテロ接合性の消失、第17染色体短腕ヘテロ接合性の消失が関与するタイプも指摘されている。 2004年における10万人ごとの胱行癌による死亡者数でタなし1.5人、以下1.5人から3人、3人から4.5人、4.5人から6人、6人から7.5人、7.5人から9人、9人から10.5人、10.5人から12人、12人から13.5人、13.5人から15人、15人から16.5人、16.5人、 以上、膀胱が癌の診断が確定すると、治療方針決定のために、病気診断を決定する必要がある。これには、原発層の膀胱壁内診達度の評価、リンパ節転移の有無の評価、遠隔転移の有無の評価が必要である。病気分類としては、ユック、アイクの TNM 分類によって決定される。膀胱が癌の t,、MM、t n m 分類、TNM 分類は2016年に、 第8版に改訂され、さらに2018年にアップデートが行われた。主な変更点は、以下の通りである。だから、T1 までを、金層非浸潤性膀胱癌、T2 以上を金層浸潤性膀胱癌という。なお、T1 は前微市であるが、インベイシブユーロシーリルカルシノーメである。出展、ありがとうございます。